宮本アモンです。いよいよね、打ち合わせが始まりました。もうみんな興奮症ですごい会議です。黄色い枠になっているところは総園、オレンジの枠は一応全校の段階で駒取りにしようかっていったところ。総園のさがどちらかというと立つようになるのかなとは思ってますし、総園だとちょっと難しいんだよなみたいな動きを駒取りの方がカバーして、2つのパートが支え合うような掛け算になるようなものになればなとは思ってます。この長い冊子金といいますかね、これこの長さがないとタクトと上がぶつかっちゃうもんで、タクトよりもちょっと上にあるようにママは一番これが長くなってます。タクトの場合はですね、ちっちゃい人形なのですごく軽いんですけど、このオペラグラスがすごく重いんですよね。糸が揺れるんですよ、かなりすごくこの繊細な動きを求められるので、アップとか多いので難しかったです。ね、楽しまなくちゃ。じゃあこれから連れてってまずは引っ越しが済んでから。ならどうだ、明日みんなで劇場に行かないか。おじいちゃんも。ならどうだ、明日みんなで劇場に行かないかって。えって、あんまり行らしく驚かない方がいいかな。えって、声を入れるか入れないかってことじゃなくて、ごめんなさい、気配で。気配。おじいちゃんもみたいなあんまりやりすぎるとひどい人、ね、最初からすごくこの説明を受けた段階でワクワクして、これ楽しい鳥になるなと思った。案の定笑いの中でわきあいあいとした中で進んでいったっていうのが今の一番 の感想なんですけど、声を当てるっていうのは、まあ、初めての仕事なんですけども、キャラクターもおじいちゃんということで、まあ、僕に会ったとあの年頃の役かなと思ってますけれども。オペラグラスってことですか。そうです、そうです、はい、要するに生まれて初めて聞いたみたいな。そうですね、そうですね。何そのオペラグラスって感じ、ちょっととぼけた感じ入れて。オペラグラス面白いんだけど、そっくり今梶山のそっくり。面白いんだけど、オペラグラスもうハマった。難しかった。自分の思った通りにやっても、うん、なんか向こうは違うのを求めてるから。これもう何が正解全く分かんないんだけど。ふたぼっち17とかくりな。じゃあ try to word。 じゃあちょっと下でやってみましょうか。一応多分じゃあ地声ですね。うん。ぐちゃぼぺつららちょかぷりだ。ジャベロンジョベロンぐちゃくちは。あちゃ。
素晴らしい、とってもいいと思います。レッツハバーゼ。It's fun! It's fun! 大丈夫ですか、まあ、劇場楽しいものだよっていうのが、まあ、伝わればいいか、いいなと思ってましたし、絶対に来てねっていう、こう、真面目なものじゃなくて、ちょっと遊びに行く感覚で楽しんでほしいなっていうふうに、常にお客様に対して思ってるので、まあ、その感じが出たらいいなとは思いました。本当は重力とか人の重さじゃなければなんかもうちょっと合わせたいテンポがあるんでしょうけど、人間的にちょっと遅れてそれをうまくこなしてるっていうのをベースにして、待てとかそういうのあってもいいかもしれないですね。他の方が動いちゃうんで、置いてかれそうになって、前傾、前傾気味です。みたいな。通常、アニメーションの人形って、自分でこう形が決まる人形なので、今回、操演と一緒にやるために、全部関節が固まってない、プラプラしている人形を、外からアニメーションしていくっていうので、過去、あまりそういうスタイルでやるものがなかった。ちょっと驚きましたとか、もう完全に僕の想像以上の世界観があって、なんかちょっと愛らしい、可愛らしいものになるかなと思ったけど、そういうだけじゃなくて、人形たちというか登場人物たちの心がこうにじみ出てくるような雰囲気の手作り感がすごく好きです。これ別に作ってたんですか。最高でした。あのゲイソンさんの音楽、音楽に乗るだけでなんか幸せ感があふれて劇場に誘われた感じがしました。すごいゴージャス。ミニミュージカルといいますか、ゲイソンの作曲もすごい素晴らしくて、楽しい時間でした。劇場に行きたいという気持ちが内側に溜まっているような方にももちろん見てはもらいたいんですが、それ以外にも劇場に行ったことがない、ミュージカル見たことがないというような方に、見ていただいて、ちょっとでもその劇場って面白そうだなって思えるようなものになってればいいなとは思います。いよいよ2021年になってやっと劇場が再開している。でもまだ難しい状態です。これを日本だけではなく世界の人にも見ていただいて、やっぱり劇場って本当に人と人の心が通じ合う場所なんだよという、この手作り感がですね、コマ撮りも含めても皆さんの愛情がぎゅうぎゅう詰まっております。新たな感動、新たな興奮、そして新たな幸せ感っていうのをぜひ味わってもらえればと思います。これからは僕たちはいつまでも友達だね。行こうよ夢の世界。